あんちゃん。バカな。こんなことが。総帥が風魔の里のど真ん中でやられるなんて。しかもまるっきり反撃した様子がねえ。龍馬主演。爆薬まで仕掛けていきやがると。俺たちがちょっと留守してる間に事情の分かるやつが残っているかもしれん。うん、無駄だよ。昇龍、切り風、里中すべて荒らされている。一っ子一人いない。なんだと。それじゃ総帥以下風魔の里が全滅しちまったっていうのか。ああ、俺たちが帰ってきた時にはすでに。くそ、一体誰が。草の根分けても探し出してやるわ。散るぞ。あ、ネロ。は。その後の成果はどうだ。は。先ほどシオンよりの報告で、風魔総帥以下一族全てを全滅せしめたが成果なし。しかし残る忍びもあと10余りに絞られましたので、必ずやこの中に。たわけ。ただ物が物だけに、どの一族の者が所持しておるのか皆目見当がつかず、一人ずつ当たってみる以外の方法が。二人だけは確かに分かっておるはずだ。一体何者が。先ほど全滅させたという風魔一族の小次郎と、今一人はサイキックソルジャー飛鳥武蔵。サイキックソルジャー飛鳥武蔵。誰だ、出てこい。気配を消したところで血の匂いがプンプンするぜ。さすがだな、風魔の小次郎。貴様か。俺たちの里を崩壊したのは私ではない。誰だおめえは。カオス、カオスのラシャー。カオスのラシャー。カオスなんて聞いたこともねえな。我らカオスは深き闇より生まれいでし者。我らの歩みを妨げる者は
たとえそれが赤子であろうと葬り去る。すべてのモラルを無視し、今我らカオスが帯同を始めたのだ。目的は何だ？誰がお前たちを引いてるんだ？小次郎、君の体に聞きたいことがある。ふざけるね。ラシャーとか言ったな。逆にてめえらカオスの魂胆をおめえの体に聞いてやるぜ。てめえ！なんだ、奴は素手じゃねえ。小次郎、そんな木刀でこのラシャーと戦うつもりか？君の宝刀はどうした？何？伝説に聞く聖剣の一つ。早きこと風のごとく、静かなること林のごとし、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。その名も伝説の強盗風林火山。おめえがどうして風林火山のことを知ってるんだ？その風林火山なしでは私の剣とは対等に戦うことはできないと言ってるのだ。まさかラシャ、おめえの剣を？そうだ、伝説に残る十本の聖剣の一つ。雷光剣。風林火山はどこにある？風林火山を手にしてこの雷光剣と戦え。こんならばこちらから行くぞ小次郎。雷光剣受けてみろ。消えたか。やはりただの木刀。小次郎、今やお前は牙を抜かれた獣も同然。今度こそ追い詰めて貴様の首切り落としてやる。待て、ラシャ。誰だ？お前はシオン。今小次郎の首切ることはならんぞ。ここで奴を切り捨てたら肝心の風林火山の行方がわからん。奴が風林火山を手にした時倒しても遅くはないか。そうだ、奴が逃げ行く先は聖剣風林火山の隠し場所。さすが十本の聖剣の一つ、雷光剣。下手な木刀じゃ太刀打ちできない。やはり聖剣には聖剣でなければ互角の勝負はできない。カオスか、せっかくに追い詰めてきやがる。しかも一人増えてやがるぜ。火山よ、またお前の力を借りる時が来たようだぜ。風林火山を手にして上がってきた時が小次郎、貴様の最後だ。これがお前らの見たがっていた伝説の強盗、風林火山だ。見事俺を倒したらくれてやるぜ。小次郎、その風林火山が本物かどうかこの雷光剣で試してやる。
どうした？もしそれが偽物の聖剣ならば小次郎、貴様の体はこの雷光剣で真っ二つよ。真っ二つになるとは貴様の王だ。おい、仲間に別れを言ったらどうだ。まさしくあれはラジャー。伝説の聖剣強盗風林火山ラジャー、ラジャー。俺たち風魔の里を荒らし総帥を殺したのは貴様の仕業か。そうだ、このカオスのシオンの名。まだわからねえのか。この風林火山の前じゃ逃げも隠れもできやしねえ。死んでもらうぜシオン。総帥の風魔の里のみんなの仇取らせてもらうぜ。風林火山が欲しくば下手な小細工せずに花っからこの小次郎一人にかかってくらいよかったんだよ。うぬぼれるな小次郎。たかがお前の風林火山一本で我がカオスが動くものか。何？この地上に残る十本の聖剣、それを手にする人間は神に選ばれた最も偉大なお方でなければならぬ。そのお方こそ我がカオスの皇帝なのだ。バカな、てめえらカオスは十本の聖剣全てを手に入れようってのか。そいつはてめえらカオスの皇帝とは一体何者なんだ。答えろしよう。バカな。手だと。何をする気だ小次郎。知れたことよ。あいつがてめえらのヘッドならここで大将首を上げてやる。何？平行感覚がまるっきり失われている。天と地がわからない。小次郎、小次郎、小次郎、小次郎。カオス皇帝か。聖剣を手にする者は選ばれた人間でなければならぬのだ。神の意志に逆らうな小次郎。風林火山は本来あるべきところへ返すのだ小次郎。笑わせるな皇帝。それじゃ何か、神が直におめえを選んだとでも言いてえのかよ。ふざけるんじゃねえぞカオス。てめえらの魂胆はお見通しだ。十本の聖剣を手中に収め天下でも取ろうってつもりだろうが。やはり凡人にはその程度のことしか考えつかん。私が十本の聖剣を手に入れんとするのはこの大地のため。なんだと？どういう意味だそいつは。今にわかる。我らが残る聖剣五本を手に入れた時に。バカな、それじゃおめえらはすでに聖剣を五本も。小次郎、貴様の風林火山で六本目の聖剣が我がものになる。
ざけるな。聖かじゃかわからねえてめえらなんぞにそうやさすとこの風林火山を渡せるか。政権が本当にてめえの手中に収まるべきものか否か、ここを風林火山に消えてるぞ。何がどうなってやがんだ。今のは夢だったのか。いや夢じゃねえ。カオスは確かに言った。10本の聖剣全てを手に入れると。しかも奴はすでに5本の聖剣を手にしたと。そうだ、まだカオスに取られていない聖剣を持つ4人とは一体。先ほどからそこに潜んでるやつよ。いい加減に出てきたらどうだ、カオス。さすがサイキックソルジャー、アスカン武蔵。我らをすでにカオスとお見通しとは。人の心を読み取るのは得意のようだな。だが、カオスの戦闘能力までは測れまい。よせ。俺は今、先頃死んだ妹の供養のために銅像を掘っている。出来上がるまでもう少し待て。よし。供養などと殊勝な真似を。貴様が死んだ人間の供養などしようとすれば当夜二重掘っても足りまいが。資格として金で雇われ、今まで数知れぬ戦士を倒してきたお前だ。今さら妹の供養など虫が良すぎるわ。心配するな、打ち込みは浅い。死んではおらん。俺は妹が死んだ時に誓った、無益な戦いはせんとな。だから人を殺めるために俺にこの剣を使わせるな。この黄金剣は俺にとって今やたった一つの心の拠り所だ。くれてやるわけにはいかんのだ。このままおとなしく帰ってくれ。無駄だ武蔵、いくらお前が戦いを拒もうともすでにカオスの帯同は始まっている。貴様の黄金剣を取るためにな。うわぁ。アスカ武蔵よ、貴様が戦いを避けたくとも、これからもカオスの牙は貴様に襲いかかっていくぞ。貴様がその黄金剣を手放さぬ限りな。うわまたこのアスカ武蔵は戦わねばならぬ宿命なのか。黄金剣よ。相変わらずいい腕だな、武蔵よ。何者だ。お前は風魔の小次郎。剣山。小次郎、貴様どうしてここに。お前を探しに来たのよ。何。慌ただしくてすまねえが、話の成り行きによっちゃ、武蔵、おめえに死んでもらうぜ。どうした、龍馬。小次郎が武蔵と出会えたようだ。吉と出るか、凶と出るか。
分かったか武蔵、俺たちと共にカオスの奴らと戦うか、それともその黄金剣を俺に渡すか、どっちかに決めてもらうぜ。どちらもお断りだ小次郎。俺はもう戦いはやめた男だ。かといってこの黄金剣は誰にも渡さん。カオスにも小次郎、お前たち風魔にもな。なるほど、結局やるしかねえようだな。別に今やお前に恨みも何もねえが、武蔵、あの雪の日の決着、今ここでつけさせてもらうぜ。今の閃光は誰だ、あいつは一体。カオスか。黄金剣が小刻みに震えている。何、俺の風林火山も同じだ。こんなことは初めてだぞ。まさか4本目の聖剣を持つ男か。聖剣同士の戦いとは面白い場面に出会ったものよ。だがいかに風林火山黄金剣といえど、私のこの剣には勝てん。何、やはりそれは伝説の十聖剣の一つ、グレン剣。そして俺は伊達宗師。よく聞け二人とも、俺たちがお互いに傷つけ合えば喜ぶのはカオスだけだ。だがもし俺たち三人が力を合わせたとしたら、カオスの野望に大きく待ったをかけることになるのだ。俺が言うのではない、聖剣が自ら訴えているのだ。二人とも自分の聖剣に答えを聞いてみるがいい。バカな、三つの聖剣がぶつかり合うぞ。何？どうなってるんだ。忘れかけ
は一体どこなんだ。聖地だと、聖剣が生まれた場所だというのか。10本の聖剣をかけ、カオスとコスモの宿命の対決が今再び始まろうとしていた。次回、風魔の小次郎10聖剣。こいつは幻覚じゃねえぜ。